茨城県の皆様こんにちは。私は栗田病院で勤務しております作業療法士の檜山と申します。当院では共に働く作業療法士を募集しております。現在23名の OT が勤務しており、各病棟に2名から3名の OT を配置しております。またデイケアや訪問リハビリテーションにも OT を多数配置しております。平均年齢は26歳ととてもフレッシュな職場です。また OT 独自の教育システムも準備されております。多くの先輩 OT とともに当院で働き、専門性の高い作業療法士を目指しませんか？お待ちしております。